今回のゲストは小児一般美容皮膚科医の日向麻耶さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして森下隆一先生にも来ていただいております。はい、日向先生ということで、はい、皮膚科の皮膚科先生というんですよね。そうです。はい、なんかすごいお綺麗な、すごいファッションの素敵で、はい、本当タレントさんかと思って最初思いました。あの控室にいる時に、うんね、オーラちょっとありがとうございます。いや洋服は好きなもので、ちょっと年齢聞いたらね、はいはい、永遠の39歳になりたいなと高カレー医学あでも若いですよね、はい。いやすごい見つめられたけど、なっつって見つめられたけど、ね、はい、ね、今日はその日向先生をお迎えして、はいはい、どんな話を聞けるのかなと思って、いろいろコラボされてるみたいな。コラボですね。コラボです。あ、なんかされてるんですね。をしたい、はい、したいコラボをしたいという話をしてくれるんです。しましたなのかな。しましたなのか、ちょっとなんかそういうなんかいろんなことをやられているということ で、ね、そういったことを、はい、聞きたいと思います。だから、はい、もう本当ちょオーラがある方なんで、オーラありますか。はい、どんな回になるのかちょっと楽しみにしたいと思いますけども、はいはいはい、ぜひぜひ皆さん聞いてください。はい、よろしくお願いします。